こんにちは、サバジマです。今回もこのタグホイヤーのモナコなんですけど、これを買ってから1週間、2週間ぐらい経つんで、まあちょっとそのしばらく使ってみた印象と、まあその間自分なりにまあどういうふうにメンテしてきてるかっていうのをちょっとご紹介したいと思います。それでは始めます。購入してから、3回か4回くらいかな。出張とか、あと、まあ、身内のちょっと法事があったんで、その時につけていきました。ケースが四角いんで、どうだろうな、結構大柄に見えるんですけど、まあ、私の腕からすれば、結構これはね、つけ心地は良かったですね。左側にあるルーズ。これがね、意外にね、こう、つけた時に手の甲に当たらなくて、それは快適でしたね。クロノグラフのこのボタンも手に当たってくるのかなと思ったけど、それはなかったですね。ここは意外でした。でも1週間以上経ってるんで、もうバンドもそこそここなれてきて、つけ心地は良くなってます。これ、このバンドね、意外とかっこいいんですよね。黒ですけど、トーンが抑えられて、私は気に入ってます。バックルも意外と小さいですね。これも意外と邪魔にならなくて、つけ心地の良さに貢献してるんじゃないかなというふうに思ってます。ただですね、この厚みですよね。これがね、結構あるんで、やっぱりね、シャツの袖には結構引っかかります。そこが気になりましたね。で、視認性ですよね。パッと見はこれ何時かって、正直ね、これね、そんなに見やすい感じはしてないです。全体的にトーンが抑えめなので、パッと見文字盤が見にくいっていうのもあるのかもしれないですけどね。ヘリテージバージョンのモナコの味としてそれは受け取ってます。で、持ち歩くときはこの、一緒についてたトロベルポーチに入れて持ち歩いてました。腕から外したら、このポーチに入れて、保管しておくという感じです。まあビジネスホテルにそこまで求めるかっていう話はありますけど、最近のビジネスホテルはアクセサリートレイが置いてないところが多いんで、まあどうしてもこういうの必要かなっていうふうに思いますね。他ね、時計好きの人、出張にはね、どうやって持ち出してるのかなっていうの気になるんで、まあ良ければ、このコメントとかで教えてください。で、さっきまあベルトがそこそこ馴染んできたよっていう話をしたと思います。で、これまあ革ベルトなんで、当然消耗品です。消耗品とはいえ、まあね、少しでも長持ちはしてほしいので、メンテナンスはしてます。何を使ってるかといえば、こいつですね。コロニクルっていうところの、クリームクリームデラックスっていうものですね。アマゾンで2000円以下で買えると思います。概要欄に、まあ、リンクを載せておくんで、良ければ、そこ見てください。効果としては、顔を保護してくれて、保湿、栄養、柔軟性を与えるっていうものですね。で、これを塗るクロスは、同じメーカーのクロスを作ってます。これもアマゾンで買えますんで、気になる方は概要欄見てください。このクロスに、まあ、クリーム少しつけて、使ったらベルトになりますので、ちょっとまあ、そのメンテナンスをしておく。ということをしています。皆さん、まあ、腕時計のメンテナンスとか、ちょっとどうされてるのか、ちょっと僕はちょっと詳しく知りたいんで、まあ、良ければちょっとコメントとかで教えていただければと思います。最後、しばらく使ってみた印象のまとめですけど、高いから当たり前だよというのは当然なんですけど、やっぱね、ま、もう自己満足感は非常に高いですね。例えば、まあ、時計、たま時計好きの人と会って、あ、モナコしてるじゃないですかって言われると、もうそこからちょっとね、腕時計談義、花咲くみたいな感じになりますよね。時間がわかるだけのものですけど、これほど心を豊かにしてくれるものかと。いうのは正直感じるところではありますね。この満足度の高さを知ってしまうと、最近ちょっとこのキックスターターでバックしてた血圧が測れるスマートウォッチっていうのが来たんですけど、ね、これのちょっとレビューをする気がなくなっちゃいますよね。医療品と同じレベルで血圧が測れるというスマートウォッチですね。でここにちょっとね、ほら血圧計によくあるポンプみたいなのがついてるんですよね。これはこれでちょっとね、また別の機会にレビューしたいと思います。はい、今回は以上です。高い買い物でしたけど、買ってよかったですね。